こんばんは。パラノマサイトファイル23本庁の七不思議、続きやっていきたいと思います。前回のあらすじ、未曾有の惨事を回避するため呪詛玉を一刻も早く回収すると決めた堤とエリオ、波垣雄太郎から足洗い屋敷の呪詛玉を回収した二人は次の場所に向かう。緑町公園。すみませんね、呼び止めてしまって。ちょっと話を聞かせてもらえますか？なんだ、職質ってやつか。私は別に何もしてないぞ。はい、大丈夫です。別に取り調べじゃないんで、少し話を聞かせてもらえればいいです。郷土史研究家の荒石秀樹先生ですよね。身元ははっきりしてるのですぐ終わりますよ。こんなとこで先生の姿をお見かけしたんで、ちょいと話を伺いたいなってことでね。郷土史研究家荒石秀樹。荒石秀樹、男、郷土史研究家。地元の郷土博物館で非常勤学芸員を務めているほか、駒形高校の非常勤講師も兼任している郷土史研究家。最近蘇りの秘術を発表し、オカルト界隈を騒がせている。こだわりの強い研究者肌の人物で、教職には不向きの性格だが、教員の減っていた駒形高校の要請を受け、生活のためにやむなく講師を引き受けたという経緯がある。しかし先生扱いされる講師という立場は、元来持っていた承認欲求が満たされるのかまんざらでもない様子。とはいえそんな内面を見透かされているのか、生徒からの信望は薄い。金のために寄稿した記事によって、最近ではオカルト研究家だと思われている節があり、頭を悩ませているが、昨今のブームでそっち方面の依頼の方が圧倒的に多く、ジレンマに陥っている。喫茶店黒木郷の常連であり、仕事のない時はそこで論文や原稿を執筆している姿が目撃される。著書に未知への研究、坂東史的入門がある。なるほど。波垣雄太郎、男、大学生、足洗屋敷かっこ放棄済み両国橋で遭遇した青年、自身が貸し主であることを隠さず接触してきた。その後呪詛玉は堤によって回収された。一流大学に通いエリートコースを歩んでいる学生。実家は地方の名士で、その仕送りで遊んで暮らしている。小さい頃から好きなものを与えられ、何不自由なく育ってきたが、愛情は満足に受けられず、高慢なお坊ちゃんになってしまった。そんな彼に唯一優しく接してくれたのは実家のお手伝いさんで、昔一緒に食べたまかないのバターご飯の味が忘れられないらしいかわいそうだね。愛情は何よりも大事だと思う。さっさとしてくれよ、私も忙しいんだ。いかにも学者派だって感じの落ち着いた風貌の小男で、一見危険はなさそうだが、最近はこの手の輩も何をするかわからん時代だ。警戒に越したことはねえな。何をしていた？それで荒石先生、こんな時間に何をしてたんですか？資料集めだよ。研究に昼も夜も関係ないからな。ああ、そりゃ素晴らしい。今話題になってるよな、先生の研究が。なんて言ったかな、あの先生が見つけた古文書の六名簿。六名、ちょっと待って、どの漢字だったっけあれ、六名簿ってこれだったっけ、忘れた。そうそう、六名簿ってのに載ってた貴重な術があるって話じゃねえか。ああなんだ、あんたもよみがえりの秘術がどうすれば使えるのか知りたい口か。
最近ね、私の周りにそれを聞いてくる輩ばかり集まって正直ヘキヘキしてるんだよ。普段郷土史なんて興味ないだろうに、こういう時ばかり目の色を輝かせてくる奴らが。おっと、これは痛いところ。警察の立場を利用して聞き出そうったってそう簡単には教えられんよ。研究内容について、先生はやっぱり蘇りの秘術を自身で使いたくて研究をしてるわけですか？ふん、あんたらも警察のくせに死人が蘇るなんて本当に思ってるのか？どいつもこいつも浅ましい。あれ？それじゃあ先生は秘術を信じてないんですか？ああ、秘術が本物かどうかなんて私の本来の研究とは関係のないことだ。そんなものはオカルト好きの連中にでも任せておけばいい。と思っていたが。ん？事情が変わって何としても秘術を探す必要ができてしまった。だから今は蘇りの秘術がどうか本物であってほしいと願っているよ。その事情ってのは？そのくらいわかるだろ？研究費だよ。蘇りの秘術の研究資金として多額の支援をしてもらっているからな。それにもし秘術を発見すれば一生研究に没頭できるだけの報酬が得られることになっている。ほうほう、ってことは研究費用を出してあんたに蘇りの秘術を研究させてるやつがいるってことか。だからなんだ？大切な研究の費用を捻出するために我々がどれほど苦労をしているか。子供相手の非常勤講師なんぞやりたくてやってるわけじゃない。いいか、一つ教えてやるが、いかにも売れそうな煽り文句の本を書いたりテレビで盛り上げるコメントをする専門家など、皆本当にやりたい研究の資金のために都合のいい話をしているだけだぞ。今は空前のオカルトブームだから、それっぽいことを言っておけばすぐ金になるからな。え、俺、荒石先生の書いた本で、未知の探求は信じることから始まるって言葉にすごく感動したんですけど。購読ありがとう。だが残念ながら私の本業はオカルト研究家ではない。未知とは潰していくものだ。歴史的資料の創作と地道な考察によって。なんかショックだ。エリオ、お前意外と純粋なんだな。六名簿について。その六名簿っていう古文書は一体どうやって入手したんだ？世間に公表されている通り、都内のある古い民家の蔵で発見したものだ。それがどこかは情報提供者との約束があるので言えないよ。何をしていた？今探してたっていう資料も蘇りの秘術に関連するものなんですか？まあそんなところだ。一体何を探してたんです？そこまで言う必要はないだろう。どうせあんたらに言ってもわからんよ。研究内容について。じゃあ先生は本来なら何の研究をしてるんですか？どうせあんたらは興味ないだろうが、簡単に言うと、私の研究テーマは一つの歴史的事実がどんな伝承となりどう残されていくのかだ。そりゃどういうこった？どんな事実も人づてに残されていく中で、伝えるものの都合によって必ず変換されていく。ただしそれは必ずしも悪意ある都合とは限らない。曖昧だった部分を補ったせいであったり、伝えられる量に制限があり省略を余儀なくされたせいであったり、口伝によって伝えられたため話がすり替わっていったりなどだな。
同じ出来事でも文化や環境によって伝わり方が異なり、そして内容が変わっていく。他愛もないエピソードがタイミングによってはさも不可解な伝承となって残る場合もある。そんな歴史と風土と伝説を照らし合わせてつなぎ合わせる研究といったところだな。ほう、なるほどな。例えばこの辺りに伝わる本庄七不思議にしてもそうだ。中にはなぜこんな何でもない話が七不思議として残されているのかという話もあるだろう。どうでもいいような不思議が何十年何百年と伝え続けられるのはなぜだ。そう考えると多少は興味も湧いてこないかね。確かに気になりますね。なるほどね、そういうのをずっと研究してきたってわけか。だから秘術が本物なのかどうかは本来はさして問題ではない。少なくとも六名簿が書かれた当時の江戸の人々は本物だと信じて疑わなかった。それで十分だ。研究内容について、やりたい研究と仮にある研究は違うというのが現実だよ。そのためには多少のリスクもやむを得まい。ってことは今先生が探してたものってもしかしてあれか。本庄七不思議再婚地祖玉かしれんし。どれだろう。よみがえの秘術が本物かどうかを願ってるってことは地祖玉を探してるってこと。どれだろう。かしれん、なんかどれを探しててもおかしくはなさそう。まあでも本庄七不思議は違うと思う。再婚は呪詛玉がないと集められないし、貸し入れ主がいないと呪詛玉は持ってないから。どれだろう。呪詛玉、貸し入れ主、どれでも合ってそうだし、どうしよう。貸し入れ主、呪詛玉にしとこうかな。何、くそ、あんたらそれを知ってるってことは。まあまあ先生、そう身構えなさんなって。呪詛玉を見せる、呪詛玉を隠しておく。なんか違ったような気がする。貸し主探してたのかな。どうしよう、この人に見せてどうすんだろう。呪詛玉は隠しておこう。お互い情報は必要だろ。落ち着いて話し合おうや。悪い人みたい。そんなことを言われても信用できんよ。どこかから呪いの話だけ聞いている可能性だって捨てきれない。なんだかんだ言って私から秘術を奪って自分のものにしたいのだろう。いや待って、違うぞ。危なかった。もうこれ以上話すことはない。悪いな、私はこれで失礼するよ。逃げられた。あ、待て。なんて逃げ足の速い。すみませんボス、荒石に逃げられました。みかんって何。みかんって何なの。みかんだからもう一回やんなきゃいけないってことか。途中からね、荒石の最後の話から。どうだろう、これを貸し入れ主とか呪詛玉とか再婚とかにするとまずそうだから、本庄七不思議にしとこうかな。ほう、よく知ってるな。確かに本庄七不思議が生まれたきっかけとして蘇りの秘術が関わっていたという説がある。まあ私が唱えた説だがね。だから本庄七不思議を紐解いていけば秘術の謎についてたどり着ける可能性は高い。実際そう考えて七不思議を調べている者もいるようだな。
ここ緑町公園も七不思議の一つ、津軽の太鼓のゆかりの場所ですよね。そうだな。だが今はもうそれではないよ。それではないの？ってことは、今先生が探してたものってもしかしてあれか。ここで何？どんどん絞られていっちゃうの？呪詛玉はダメだよね。でも呪詛玉だとしても見せるっていう選択肢があったんだけど。貸しり主？何？またかな？やばい。くそ、あんたらそれを知ってるってことは。まあまあ先生、そう身構えなさんなって。なんでここで呪詛玉見せてみようか。呪詛玉を見せる。お互い情報は必要だろ。落ち着いて話し合おうや。ますます悪い人みたい。うっ、呪詛玉、やはりあんた貸しり主か。シイの葉っぱ、落ち葉なきシイか。そういうことだ。先生のも見せてもらえるかい？私のはこれだ。消えずのアンドン。この人だったの？見えなかった人。そうか、なるほどな。呪いの条件は貸す。呪いの条件は隠しておく。条件明かしてあれなの？だってさっきはね、別にこんな選択肢もなく勝手に明かしたような気がするんだけど。どうしよう、これこんなやって選択肢で出されるとちょっと迷っちゃうんだけど。いや、嘘はつかれたくないから明かしとこうかな。それと先に言っておくが、オチはなきシーには流言を流布した罪で吊るされた男の呪いがかかっていてな。だがそれは濡れ衣だったようで、欺かれたことを許せないまま死んだようだ。ほう、それが落ち葉なき氏に宿された恨みの記憶ってわけか。七不思議の恨みの記憶は実に興味深い。どうにかして全員分を集めたいものだ。それは先生の好きにすればいいが、この恨みによって落ち葉なき氏の呪詛玉では、俺を欺こうとする者に対して呪詛を行使できる。なんだと、そんな。だから先生、嘘ついてもすぐバレるぜ。なんだと、使うつもりか。警察が市民に呪いを。そりゃあんたの態度次第だな。俺だって使いたかねえよ。な、何が狙いだ。呪詛玉は危険だ。あんたの呪詛玉を回収させてもらいたい。なんだと、それではせっかくの私の秘術が。その前に一応聞いておくが、先生、あんたもう呪いを使ったなんてことはねえよな。使ってないぞ、私は断じて。そうか、ならいい。ではその呪詛玉をこちらに渡してもらおうか。それともそっちの呪いを行使して切り抜けてみるかい？断る。と言ったらどうなる？罪状はあるのか？呪詛玉の危険性は警察でも認知済みだ。軽犯罪法1条2号、凶器携帯で取り締まることもできるが、今すぐ渡せば秘術を失うだけで済むぞ。逮捕されたら研究どころじゃねえだろ。わかった、呪詛玉は渡す。ほらよ。やっさり。呪詛玉は消えずの暗号を入手いたしました。あっさりなんだけど。消えずの暗号。呪詛玉と呪いの力、呪詠の発する暗闇の中に閉じ込めた相手を滑覆死させる。恨みの記憶。武家屋敷の多い本所では、他藩の官庁を行う
抗議隠密が町民に紛れて生活していたという。ここ南割下水沿いの蕎麦屋台も彼らの連絡手段に使われていた。今宵は暁七つでと伝えれば安穏を灯す時刻で不調になるという寸法だ。今生最後の蕎麦をたぐる。明くる晩腹を切らねばならぬ。怒りに任せて女を切り捨てたのがまずかった。無礼打ちも認められず宝蔵を噛んだがもう遅い。だが納得できぬ。今にしてお上に利用されていたという怒りがふつふつと湧き上がるこの恨み、忘れるものか。傍らでは安藤が静かに瞬いていた。鐘が6つを打つ頃男は腹を切った。だがそれ以来である。まだ屋台が開く前から安藤が灯っている。風もないのに安藤が忽然と消えてはゆらゆらと瞬く。そんな気味の悪い出来事が続くようになった。人々は噂した。席を問われて切腹させられたあの男があの世から何かを訴えているのではないかと。ああ切腹ね。だけど7つって言われてんのに6つで切ったってこと1時間早めに切っちゃったってこと。それ関係あんのかな。いい判断だ。あんたのこれからの研究の発展を祈っておくぜ。あとそうだ、今の状況についてあんたが知ってる情報も置いていってくれないか。協力してくれればこの事態の決着後に俺らが得た情報を研究用に提供してもいい。どうだ。ならば今回の七不思議すべての恨みの記憶を教えてもらえるか。きっとそれが六名簿に隠された謎を解く鍵になるはずなのだ。いいだろう。それならば呪詛玉を集めればおのずと得られる情報だからな。いやーボスのおかげで荒石からいろいろ話が聞けましたね。どうだかな、七不思議とか秘術とかすでに公開されてる情報ばっかだった。あいつ他のかしり主やこの呪いの起こりとかの肝心なところを隠してやがる。本当はこの七不思議の呪いを鎮圧させる手がかりが欲しかったんだがな。そうなんですか。だったらもっと脅して吐かしましょうよボスが。自分じゃないんだね。あいつはこの呪いを残したいだろうからな。警察がいくら問いただしても隠し通すだろうよ。あいつが入り浸ってる場所は聞いてある。いざとなったら誰か差し向けりゃいい。そうですか、わかりました。でも本所七不思議の呪いが全部で9個あるって話には驚きましたよ俺。あ、だから1個増えてたんだ。なんかはてなはてなはてなみたいに。そうだな、呪いを持ったかしり主も全部で9人いるわけだから。今2つ回収したからあと6人この町のどこかにいるはずだ。早くしないと呪詛使っちゃうかもしれないですからね。いやもう遅かったようだがな。え？実はさっきの波垣の足洗い屋敷の呪詛玉にごくわずかだがサイコンが溜まっていた。け、それってあいつすでに呪い殺してたってことですか？量が少ないから相手は貸しり主ではなさそうだが、クソ。まあ身元ははっきりしている。手配しておけば確保できるだろう。波垣は明日以降に身体に対応してもらうとして、今は貸しり主の捜索を続けるか。はい、次行きましょう。順に巡っていくしかないですしね。あ、それにしてもボス。あ？呪詛玉に軽犯罪法って適用できるんですね。だったら波垣の時にも。いいや、それが適用できるなら身体は必要ねえよ。減退したって刑事部じゃ証拠を集められねえだろうからな。あ、なるほど、そういう。まあ確かにそれもそうですね。ということで今回は
ここまでにしたいと思いますが、なんか次ぐちゃぐちゃってなってんだけど、また次はいけないのか、間違ってんのか、ここに行けばいいのか、ということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。